ガケラジカッコ仮。あれ流れない。はい、ということで始まりましたガケラジカッコ仮。今日はあれ、今日は一人ではないんですが、はい、お送りしていきたいと思います。はい、この番組は沖縄県沖縄市コザにあります、パークアベニュー近くの FM コザより日曜午後5時から6時の1時間生放送でお送りさせていただいお送りしています。はい、はい、メールたくさんお待ちしております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 すべて小文字で 761@fmkoza.jp koza.jp となっております。懸命にラジオネームを忘れずにご記入ください。はい、そしてツイキャストユーストリームの方でも配信しておりますので、そちらの方でもコメントたくさんお待ちしております。はい、今日は沖縄リハビリテーション福祉学院理学療法学科1年のカズトって言いたいんですが、あと1人来るんですが今現在遅れております。はい、なので、そうですね、月次第紹介したいなと思います。はい、そしてバックがないのでちょっと適当に流していきたいと思います。はいはい、どこ行った。そして、そうですね、最初に今週あったこと、今週は、でもな、特に何もありませんでしたって言ったら、まあ、いつもそうなんですが、そうですね、あ、そうです、か、あの木曜日と金曜日に、学校で、居残りをして勉強会をしていまして、なんだろう、あ、来た。はい、来ました。さて、早くスタンバイしてもらえないかな。はい、はいよ。はい、到着しましたよ。はい、はい、マイクあげとくね。オッケー。はい、はい、そして今日は一人じゃないと言ってたんですが、到着したみたいですよ。はい、すいません、遅刻して。こんにちは、ゆかです。久しぶりです。はい、よいしょ、ちょっと待っててくださいね。はいよ。なぜ遅れた。あ、普通に道が混んでてですね。普通に道混んでて普通に遅れてしまいました。もう本当に申し訳ありません。はい、はい、ということです。自己紹介どうぞ。はい、ちょっと待ってくださいね。自己紹介ですか。はい、自己紹介カズはしたんだ。 あ、しました。もうしたんだよ、もう。はい、だって5分経ってるもん。そっか、そうだね。もう一人であたたたたたたってしながら、やった、うん、やってた。はい、じゃあ自己紹介、ゆうかです。で、自己紹介、今週あったこと、あれのどこの学校のあっていう自己紹介を、はい、分かりました。お願いしますよ。はい、専門学校日経ビジネス、公務員ビジネス科の1年、ゆうかです。はい、はい、お久しぶりです。そうなんです。はい、本当に久しぶりにね、2週、3週間ぶり、結構2人揃うの久々だよね。そう、申し訳ない、マジで。そうなの。先週もね、自分がちょっと休んでしまったから、うん、数1人だった、もしかして。いや、先週はね、姉を引っ張ってきた。あ、ジョンを引っ張って2人ラジオした。その前は1人だった。ああ、納得納得。そうそう。そう、ということで、はい、久々の新学ラジカッコ仮なんですよね。そう、久々。ね、引き継いだのに、引き継いだ2人が揃わないっていう。ちょっとね。そう。やっぱね、何気に忙しいのか何なのかね。あれ？休んでる率が多い人が何なのかねって。はい。それはある。やっぱ楽しいよ、1人よりは。そうだね、確かに一人は辛いからね。喋、うんうん、る相手いるぜみたいな、うん、それは超嬉しい、安心みたいな、うん、もう一人はちょっと大変だからね。やっぱり。そう、はい、ところで今週何がありました。
カズは、うん、木金に夜、うんうん、学校で残って、うん、11時まで学校が貸しっていうのかな、うんうん、借りていいですよみたいな教室を提供しますよって感じで、おうおうおう、そう、夜まで勉強してたの。すげえ偉いな。みんなで残って、できる人だけ残って、うん、分かる人に教えてもらうっていうことをしてて、うわーすげー、勉強の楽しさを知ったよ。あ、本当に素晴らしすぎでしょ。分かったら楽しいの、うん、やばい楽しい、まあ、そうだね、分かったらなんかおーって感じあるもんね。そう、つながったとか言ってみんなで、やばい、嬉しいね、勉強が楽しいとか言いながら、ね、素晴らしいさも勉強してましたよ。あー、はい、こっちも大体、まあ、いつも通り勉強してるんだけど、うん、そうだね。あ、この前ね、今週じゃないか、先週か、先週のね、水曜日に、うん、新入生歓迎球技大会、そう、うちもあって、うんうん、そう、それでね、バレーしました。おー。こっち近くのね、沖縄市営体育館で、うんうん、そうそうそう、バレーをやってね、で、その後に、クラス会で、焼肉行きました。うん、おー。イエーイ。楽しそうだね。楽しかったよ。ね、みんな揃った？うん、そう、あ、でも、なんつうのかな、ちょっと足がなくていけないとかそういう人はいたけど、それ以外はもうほぼ全員来てて、おー、いいね、うん、いいね、自分たちはまだそんなのクラスでみんなで集まろうなんてしてないから羨ましい。あ、女子ではやった。あ、女子ではやった。女子では焼肉、うんうん、みんないきなり、うんうん、今日焼肉行こうって言われて、みんな、そうそう、みんな空いてて、おう、すげえ、全員女子揃ったっていう。いいねー、女子いっぱいでしょ。でもそっち、そう、22人いて、はあ、もうすごいな。うちのクラスのほとんどじゃねえか。そうなの。だってうちのクラス29人編成だから。あー、そっかそっか、うん、人数がそもそも違うんだね。そうだね、はい、楽しそう。何したの、遊ぶって。遊ぶ、うん、遊ぶ遊ぶっていうか、なんかみんな集まるっていうか、みんな集まって何したのかなって思って。女子、うん、女子焼肉行ったの。みんな焼肉、みんなで、なんかその前の日に焼肉行きたいねって一部で話してたらしくて、うんうんうん、その次の日に実行したっていう。ああ、素晴らしい行動力。いいね、有言実行、有言実行、素晴らしい。そうそう、あ、はい、いいね。焼肉ってさ、もうほんと自分何年も行ってなかったわけ、うん、そうだから本当に久々で、ちょっともテンション上がるよね。めっちゃ食うよね。食うよね。3杯食ってて、あ、ご飯の話ね。ご飯3杯いっちゃってやったよ。めっちゃ食うね。楽しかった。それは何よりです。うん、はい。あれ、他には、あと他に、3週間休んでたでしょ。手帳見ていいかな。かなり休んでたから、その間になんかあると思うんだけどな。そうだね、あ、でも3週間のうちの一つはね、うん、あの、自分一人ラジオしましたよ、この前。あ、そっかそっか。そう、先々週かな、そう、先々週ぐらいに自分ちょっと初めての一人ラジオしてさ、もう緊張でさ、その次の週に何も喋れないっていう。一人ラジオしたよ。申し訳ね。そう、それでゆか一人ラジオだったってよって聞いて、マジかって思った。そうなんだよ、もう初めてでさ、でも、もう何喋ろうみたいな感じで、うんうん、ちょっと用意してたネタとかも、もう半分ぐらいで尽きるよね。それね、やばい、何喋ろうってして、ちょっともうサイトに頼って。あ、でもあれだよ、結構良かったよ、評価が。え、本当に？そうそう、リスナーの皆さんから、ゆか頑張ってたよ、うん、私頑張ってたよ、本当に良かったよって言ったよ。なんかマジかって思って、もう一人で超頑張ってる。あ、でもなんかね、うん、こんなアゲアゲじゃなかった気がする。なんか淡々としてた感が、たまにはおとなしめゆうかさんも見せようと思って。そう、たまにはね、たまにはね、こういう私もどうだという感じで、ちょっと淡々な感じで言ってたよ。はい。そう、それでね、ね、うん、あ、そうだね、このさ、うん、17日ぐらいにね、うん、ちょ、この用事あるっつってか、あのラジオ休んだって日、うん、あったんだけど、その日にね、この親戚のおばさんが、うん、こう着付けの先生してて、うんうん、その先生っていうか、もうこのおばさんが、うんうん、こうなんかショーっていうか、なんか祝賀会みたいな、こう着物の先生たちが集まる祝賀会あって、うんうん、それでこの着物のお披露目みたいなのがあるんだけど、うん、それでちょっと着物つけて出てくれないかって。あ、モデルだ。かっこいい。そうなんですよ。いいね、かっこいいね。そう、何、ね、写真とかないの？写真とかは残念ながらない。あ、一応ね、
はい、あ、撮った、あの自分と姉ちゃんと、うんうん、あともう一人の親戚の姉ちゃんの3人だったんだけど、うん、写真とかさプリクラも撮ったからさちょっと後で見せるのね後で見せて後で見せる見せる、はい、そうなんだよ、もう振袖ってさ、うん、重いの重いの重いの、成人式覚悟した方がいい、重いから自分ちょっとさ今で経験できてよかったなって思う、本当にこのぐらいかなっていうハードルができたから、あー、うん、うん、そういい、ね、重いんだよ、腰痛いんだよ、腰痛いんだ、腰痛すぎて次の日風邪ひいて休んじゃったよ軟弱すぎるから軟弱だもうつらかったよ、はい、筋肉痛もすごかった、もうそうなの、ごめん、朝っぱらからさ、朝のね、うん、うん、8時半とかから、うん、夜の9時ぐらいまで、もうほんと大体もう時計一回りだよね、わお、あんぐらいずっと振り袖着てたからさ、うわ重いな、重いね、筋肉痛半端ないってマジでやばいって、あの撮った時の解放感ね、あ、それは洋服ってほんと素晴らしいと思うから、なんだこれみたいな、もうそう、何この身軽さみたいな、はぁーみたいな、暴れる暴れる、一回暴れるよね、やばい動け、やばいって、こんなに自分って軽いのみたいな、しかも胴回りが動くじゃん洋服は、そうなんだよ、ワークは きっちりされてるからあんまりねじれないじゃん、ね、うん、そうそうそう、ね、あんまり体勢崩したら今度着物も崩れちゃうから、そうそうそう、あんまそんな自由に動けないっていうね、そうね、それね、うん、あとすっげー眠かった、眠かったちょっとね、前日にね、ちょ調子こいて夜更かししてるからまあ自業自得っすね、デーベロデーベロ、はいはい、他には、他にはあとは、うん、そうだな、あとはね、あ、そうなんすよ、なんすよ、この、うん、前日ぐらいに私携帯変えました、うん、あ、これはですね iPhone 6 Plus なんですよ皆さん、プラスだよこの子、イエーイ、でかくなったよ、でかいよ、おめでとう、でかいよ、もうこの前までねガラケー勢だったんだよ本当、私おめでとう、ありがとう、みんなありがとう、仲間だ仲間だ、イエーイやったー、もう本当嬉しくってね、まあ、そのせいで夜更かししたんだけどね、うんそうなのうん、そうなの、やばいよね、サクサク動けってなるもんね、そう、なる、超なる、すごいなる、わかるわかる、うんうんめっちゃいい、うん、はい、他にはね、あとはね、もう普通に普段通り、普段通りだな、あとね、検定受けたかな、うん、あ、検定受けた、うん、そうそうだ、検定の勉強するから休めって言ってたもんね、そうだね、あ、そうなんだよね、ね、この検定自体はね、うん、もうちょい後なんだけどさ、ちょっと勉強しないとやばいぐらいまで行ってたから、ちょっとこの前は勉強してて休んじゃったんだけど、うん、ちょっとノルマは達成できたから今んとこはいいんだけど、それ、うん、今度やるのは違う検定で、うん、この前やったのはいっぱい受けるね、そういっぱい受けるんだよ、もう毎月のように受けるんだよね、この前はね、電卓検定受けたんだよね、3級なんだけどさ、うん、そうなんだよ、このね、最終的には2級合格しないと卒業できなくって、うん、うわマジかそこ検定ごとに卒業資格みたいな感じでこの検定の取得があるわけよ、うん、この検定の何級合格とこの検定何級合格とこの検定何級合格で、やっと卒業レベルまでいけるよみたいな、わお、そうだからね、ちょっとね勉強しなきゃなんですよ、本当にお疲れ様ですな、ありがとう、一応ね、うん、ね、いつだったかな、この前あれ発表があって、うん、この電卓検定のね、うんうん、ちゃんと合格しました、おめでとう、ありがとうよかった、もう安心だよ、一安心、もう次は2級だよ、頑張る、私頑張る、あれ頑張って、ありがとう、はい、ということで15分になるので一旦曲始まはさ大丈夫？挟みましょうか。そうだね。はい。そう。はい、昨日一昨日ぐらいから暑くなったじゃん。うん、なったね。で、やっべ夏だわって思って、うん、曲を選んでみました。お、なんだなんだ。ゆずの夏色です。あ、はい。はい、どうぞ。お願いします。いいね、好きだよ。そう。あとね、喉か、ちょっと来てくれる？ちょっと待ってよ。ちょっと待ってる。流れない。あ、ちょっと待ってよ。はい、画面ですね、はいはい、あれです、どうですか、曲のやつと同時に流してたので多分流れなかったみたい、はい、いきます、はい、ゆずで夏色です、どうぞお願いします、
はい、お届けした曲はゆずの夏色でした。はい、少々お待ちください。大丈夫？うん、大丈夫。はい、沖縄市中央パークアビニュー入り口 FM 小座より毎週日曜午後5時から午後6時までの1時間生放送でお送りしております。本日のパーソナリティは、日経ビジネス専門学校公務員ビジネス科優香と沖縄リハビリテーション福祉学院理学療法学科1年のカズで2人でお送りしています。はい、はい、お送りしてます。はい、はい、学ラジカッコ仮ではメールや曲のリクエストなどもお待ちしております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp すべて小文字で 761@fmkoza.jp です。タイトルにラジオネームをお付けしてお送りください。またツイキャスやユーストリームも連動しておりますので、まあ、ご視聴やコメントの方もよろしくお願いいたします。本日のテーマはフリーですね。一応フリーでお届けしています。はい、お届けしております。はい、はい、ということで、で何喋るか何喋るかそう、フリーだったら毎回悩むの。そうだって、フリーだもん。何喋ろっか。そうだな。そうや、さっきね、うん、久々にね、県外行った友達から電話来たの。おう、そうそう、なんか、久々すぎない、この子、そんなちょいちょい連絡来るような子でもないのに、怖い、どうしたのって思って、うんうん、きっとなんかあったんだろうなって思って電話したら、暇だから電話したって言われて、おー、なんもなくて何よりって思いながら電話しててね。いやでも県外楽しそう、しかも大学だっけ、この子。ああ、楽しそう。うん、楽しそう、なんかね。いいね。そう、この子もね、観光系なんだって、言ってるところはね、それで今なんか専門的なことばっかりなんかやってるみたいなこと言っててさ、看護はね、そっちってさ、あのカズなんかところってさ、週に何回ぐらい授業あんの？何回っていうか何日？週5。あー、もう月から金って感じ。そう、月から金まで決まった日数の決まった科目をずっとこなすの。あー、まあうちもそんな感じ。やっぱ専門学校でそんなもんなんだろうね。そう、大学はねインチキだからさ、なんか1年生の間は、なんか1日じゃない、週に3日、みたいな。あ、でも2年生3年生になったらだんだん増えていくけど、1年の間はこう週3ぐらいでいいみたいなこと言っててさ、あれだよね、大体は大学の場合は教養でいろいろなやつね、国語とか英語とか数学とか取らないといけないから、まあそうなんだよね。その分ね、ない分ね、しかも3年間だから、で自分たちの場合は3年は主に授業ないから、2年で全部やらないといけないから、ほぼ毎日そっか詰め込まれてる。うわー、なんかね、もう本当に看護のイメージがもうなんかもう専門的なやつばっかりやってるってイメージだからさ、もうすっごいなんかもうこっちとは比べ物にならないぐらいなんか覚える量半端ないんだろうなーっていうイメージ。でも一緒にいる、あ、一緒の学校内に、沖縄リハビリテーション福祉学院と看護学校が入ってるんだけど、自分たちのところに、建物自体は一緒なのね。はいはいはい、学校自体は別だけど、そうで、よく見るのが、看護が帰るの早いんだよ。あ、そうなの。そう、へー、だからいつも、看護帰るの早っって思いながら見てる。あー、そうなんだ。で、見ながら勉強してる。ちゃんと、あ、なんか休み時間とかに、荷物持って帰るみたいな、えみたいな。それはインチキ、それはいいね。だから、あれ、看護って思うんだけど、看護の実態は分からないんで、自分たちの学科しか主に知らないから。そうだよね。そう、リハでもリハ学院でもね、違うんだよね、学科ごとに教科が違うから、ああそうだね。そう、自分たちのところしか知らない。なんか交流もなんだろう、自分なんかの学科とかに限られちゃうから、もう全然他のところわかんないよね。そう唯一関わるのが OT ぐらい、OT 作業療法学科だけ一緒のブッキングしてる講義があるから、あ、はいはいはい、あ、そこで唯一関わるって感じ。
そんな感じ。うちはね、なんもないの本当に。もうね、公務員課はもう公務員課でしか関わりがない。へえ、うん、本当にね、あの高校とか中学とかで同じだった友達が、うんうん、他の学科にいたらそこで交流あるかもしれないんだけど、うん、まあ自分はないんで、そういうのが。あ、うん、大抵が大学だからね。大学とか別の学校とか行ったりしてるから、うん、他の学科とあんま交流ないかもね。えなんかね、うん、そう、県外ってさ、やっぱさ、うん、なんかいいんだって。何が？なんかね、こう、なんだろう、大体は本土のイメージって、うん、まあ、ちょっと東京の方には申し訳ないんだけど違う、なんか東京みたいな、うんうん、こうなんかちょっとサバサバしたような、おう、そこあんまり関わりのないように生きているような方たちなのかなっていうふうに思ってたらしいわけ自分もそうなんだけど、この子もね、うん、でもそしたらみんなそうでもなくって、あ、この子は広島行ったんだけど、うんうん、そう、なんか全然もうそうでもなくって、へー、めっちゃ話しかけてくれるし、あら楽しそうだね、うん、沖縄のことすごい聞いてくれるしみたいな。はあ、うん、でもそのほとんどにあまり答えることが できなかったみたいな言ってさあるあるじゃんそれ、沖縄のことを全く知らないみたいなそう、あー、ここめみたいな、ある、ね、あるよね、うん、そう、地元だから逆にね、そんな首里城なんてあんま行かないしね、うん、そう、行ったことないんだよ首里城。マジか、自分で2回ぐらい行ったことあるよ。結構多い、首里城行ったことない人はかなり多い。そうだね、自分が多いだけかもしれない、うん、たまたまね、なんかそこの近くに用事があったから、うんうん、あ、じゃあちょっと行ってみるみたいな感じでなって、成り行きで行ったから、はい、そうだね、本当にもう、よーし、首里城行くぞ、話題の。ちなみにね、誰しも一回はあるかなっていう、ある率が多いとは思うんだけど、うん、そうだね。そう、なんか小6で行くじゃん。あー、そうだ、修学旅行でしょ。行くじゃん。行った行った、自分、あそこのお土産のね、あのちっちゃい、うん、あの、ニモとかイルカとかの、うんうん、あのちっちゃいぬいぐるみキーホルダーみたいなやつ、 あれ全部買い占めてた。かわいいとか言って、これが全部で2000円、うわちょうどお小遣いと一緒だ、買うっつってあるあるだよね、あるあるだよね。お菓子とか全然買えなかった、県内なのにお土産を買うっていう。買っちゃう、買っちゃう。かわいかったんだもん、しょうがないよね。それは仕方ないはい、そうだね。そう、そしてね、今日は何の日かなって思って、うんうん、今日は何の日っていうことで、5月31日今日は何の日で調べてみますと、はいはいはい、今日は世界禁煙デーだそうですよ。マジか、はい、そうだよ、ダメだよ、今もうタバコ税だって超高いんだからねそうだよ、あれで500円はもったいない。はい、そう、世界保健機関の WHO が発足40周年を記念して1989年平成元年に制定しましたっていうことで、おお、うちの兄と同い年だね。 あ、そうなの？そうなの、元年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 、禁煙デーの日で、あ、禁煙デーと一緒だよ、ね、禁煙デーと一緒なんだね、言っとくよ帰ってから禁煙デーが制定された年だそうです。あ、今日が禁煙デーの日かな。うーん、禁煙デー、禁煙デー、うーん、やっぱそうだよね、うん、吸ってていいことないもんね。百害あって一利なしっていうからね。そうだよ、うん、うん、別にね、なんかお酒と違って人付き合いでも何でもないもんね。そうだ ね、何も利がないっていう悲しい産物だからね、あいつあいつね、うん、いるんだよ、お友達とかにね、やっぱり吸ってる人たちね。あの、うちはあの禁煙っていうさ、喫煙 OK だから。あ、そうなんだ。うんうん、あの喫煙所みたいなところが設置されててね、うん、そう、そこで吸ってる人とかいるんだけど、やっぱそこを、やっぱね、うん、そこで見かけるわけですよ、友達を。あ、そう、あ、しかもね、それでちょっと吸ってるわけみたいなして、いや、やめようと思ってるんだよっていうやつに限って絶対やめないよねそれねそう、あるある、あるある。そしてね、あの副流煙の方がね、吸ってる人よりひどいのでね。そうなんだよ、なるべくね、禁煙場所でね、うん、吸って、できれば5分ぐらい経ってから出てきてほしいよねそうだね、一応なんかあるらしいんだよ、このそのまま吸った後に、うんうん、そのまま出たらまだ残ってるから、そんな、それも呼吸してる息の中にもまだ含まれてるっていうからね。そうそうそう、だから一応副流煙にね、率が上がるので。うん、そうだよ、吸ってない人が害を及ばされるなんて、そんな理不尽な、そうだそんなまあタバコ嫌いの意見ですからね、これは。まあ、あくまでね、それもそうだねタバコ嫌いだぜっていう、本当にやめたいけどやめられない人だって中にはいるかもしれないしね。まあ最近はね、 CM でもやっての通り、病院でね、
治療できるので、うんうん、そうなんだ。そう、へえ。っていうか病院で大体治療するのかな最近は。へえ。なんかこういう場合ってなんだろう、普通になんだろう、ニコチンパッチみたいなのもらうのかな。かな、一応なんかお医者さんに相談した方がね、禁煙の率が上がるらしいのでね、うん、ああそういや一昔前に爆笑問題さんがやってた気がする CM。 そう今もやってるよ。あ今もやってる、うん、やってるやってる。もう最近全然テレビ見なくってさ、最近はね子供とお父さんの組み合わせとかで、うんうん、お医者さんが黒板の前に立っててみたいな。おお、なんかあうちのお父さんはみたいな。あ全然覚えがないやそれ、初めて聞いたかも。あらもう最近ほんとテレビ見ないからな。そう自分もテレビ見ないんだけど、たまにチラって CM 見たら流れてるよ、うん、あ、うん、ちょっとしかも BS でも流れてるよ。あうち BS ないんだ、つながってないの。そうなんだよ、 BS いいなって思うんだよね。つなげたいつなげたいはい、そしてメール届いてますよ。おやったー、はい、ラジオネーム島歌大好きさんから、カズさん、ゆうかさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ゆうかさん、はじめましてですね。あ、確かに、はじめまして。そうなんだ。うん、初めましてだね。久しぶりにメールしました。5月も今日で最後となって、明日から6月に入ります。うんうん、日曜ラジオ生放送で、学ラジ女子パーソナリティのお二人さんで、番組を楽しむのも久しぶりだと思いますが、うんうん、今度 FM 小座でも、お二人さんを見に行こうかと思います。おおおおはいおはい、まだまだ沖縄梅雨入りは続きますが、熱中症には気をつけましょうね。ではラジオを時間まで聞いています。PS 僕はマッサージが少し上手なので、できればカズさん、ゆうかさんの足でもマッサージしてあげようかなと思います。おもちろんカズさん、ゆうかさんのセクシーな足が好きですということで。おいいのか、こんな毛むくじゃらの足でも好いてくれるやつがいるのかはい、一回ね、前の学ラジのメンバーでやってた時に一回いらっしゃってくださいましたよね、うん、あーそうなんだ、はい、いらっしゃってました。へー、はい、うん、自分は初めましてですね、はい、あーちょっと楽しみにしてますよ、ちょっと覚えときますよ覚えときますよね、できれば。うーん、足もいいけど肩が最近痛いの勉強疲れかなってっ足じゃなくて肩がいいなって肩がいいなってはい、はい、ありがとうございました。そうなんだよ、今日で5月が最後の日。そうなんだよね、自分もさっき友達の電話で知った、明日から6月だよ、知ってたって知らなかったみたいな、うわー早いとか言っててさ、ねえ本当に6月だよ、6月ね、早くない？もう2ヶ月経ってるんだよ、入学して。もうあーってなるよね。ねえもう本当に来月来たらまたすぐ検定だよ、もう、あもうなんかね、課題の発表がいついつまでだ、クソみたいな、時間が早いじゃん。課題はもう本当にもうどんまい頑張ってください。課題がね、うん、大変そう。課題は発表とかが多いから。どんなのなの課題って。課題はなんかグループ学習とかの何々について調べてきて発表してください、いついつまでみたいな。はあ大変だ。とかもうレスポンスとか、レスポンスじゃない、レスポンスって言ってもわからないか、うん、私はわからなかった、レポート、英語わかんない、うん、レポート、レポートか。そうだな、レポート作成は本当な、もう大学生に多いけどやっぱ看護も必要なんだな。 うちないからさ、レポートがちょっとラッキーなんだよ。おーないんだうん、ないない、まあ、自分たちはいろいろねやらないと、なんていうの、卒業、なんか卒業の時に卒業研究ってやつの発表もあるから文章はとりあえず書けるようにしれみたいな。あーそうそう、なるほどね。実習終わった後にね、いろいろ書かされたりとかするのでね、うん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 、はい。と喋ってる間にもうあれですね、35分になってますので。そうですね、一旦曲に入りたいと思います。はい、お願いします。はい、次の曲は、うん、ですね、スキマスイッチでしずくです、はい、どうぞ。
お届けした曲はスキマスイッチでしずくでした。はい、沖縄市中央パークアビニュー入り口の FM 小座より毎週日曜午後5時から6時までの1時間生放送でお送りしております。本日のパーソナリティは、日経ビジネス専門学校公務員ビジネス科のゆうかと、はい、沖縄リハビリテーション福祉学院理学療法学科1年のカズで2人で新学ラジカッコ仮でお送りしています。はい、はい、それではですね、学ラジカッコ仮では、メールや曲のリクエスト等もお待ちしております。メールアドレスいきます。はい、761@fmkoza.jp、 すべて小文字で761@fmkoza.jp です。タイトルにラジオネームをお付けしてお送りください。またツイキャスやユーストリームも連動しておりますので、そちらのご視聴やコメントの方もよろしくお願いします。ですね、さっき言ってなかったんですけど、まあ、学ラジカッコ仮ではツイッターもやっております。学ラジリンでご覧になりますので、そちらの方もご視聴よろしくお願いいたします。はい、本日のテーマはフリー、イエーイ、イエーイです。またまたフリーです。はい、はい、フリーです。コメント待ってます。はい。はい、ということです。そうなんです。今日はね、二人だからね、うんうん、ガンガントークしていきますが、はい、ぜひぜひぜひコメントや、ぜひぜひ、メールの方もお待ちしておりますので、はい、お待ちしてます。はい、そちらの方もね、どしどしお送りください。はい。はい、そして次は。はい、次はですね、はい、もう普通に言っちゃっていいのかな、いいんじゃない、はい、食レポかっこかりっていうコーナーをしたいと思います。はい、はい、ですね、このコーナーはですね、まあ私たち、まあ、ゆうかとかずの2人が、はい、まあ、食べたことのない商品の味をまあまあね、食べてね、もうなんかまあなんつうんだろう、その味をまあ、ラジオなんでちょっと画面見えないかと思うんですけれども、ちょっともうこれ言葉で伝えちゃうよっていうコーナーなんですね。そうなんです、そうなんですよ。そう、それには実は裏がありまして、おお、あ、おお裏がありまして、はいそうなんですよね。まあちょっとね、自分たちもちょっと ね社会人一歩手前っていうことで、ちょっとね、喋る力っていうか、まあ、語彙力が乏しいので、まあ、それをちょっとね語彙力上げちゃおうぜイエーイみたいな感じのっていう裏企画もございます。はい、そういう、ね、思惑が、ね、考えです。はい、思惑です。思惑がね、そういう思惑ありましたね。そう、ぜひね、そっちの点でもね、なんかあ、ここもうちょいこうした方が分かりやすいよとかありましたら、はい、ちょっとバンバン指摘してください。指摘していただければ、もうものすごく嬉しいので、はい、はい、お願いいたします。はい、おゆうきさんが関口まりさんの話、あ、矢口ですよ、矢口ね、ちゃん、ごめんね、矢口まりさんの話し方にそっくりっていうことで、ゆかかな、ゆかのことかな、いや、カズじゃね、どっちかな、違うでしょ、違うかな、わかんねえや、どっちだ、どっちだ、そんな私は高い声じゃないから、え、そう、うん、高くない、低くもなくない、はい、でも、そして AKB ファンさんからメールの方いただいてます、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、学ラジの皆さん、リスナーの皆さん、緑茶、麦茶、ウーロン茶、学ラジだよ、こんちゃー、こんリクエスト AKB48 のポニーテールとシュシュよろしくっていうことで、はい、じゃあ探しておきます。お願いします。後半の方でバックの方で流していきたいと思いますので、はい、お願いいたします。はい、ということで、皆さん忘れちゃいけないコーナーですよ、コーナー、コーナーですよ、そうです、作ったんです、一個、そうなんですよ、作っちゃいましたよ、コーナー。はい、あ、その前に、はい、あ、ゆうきさんはちょっと岩手県のプロのカメラマンさんということで、アイコンも確かにカメラですね。おおいいですね、いいですね。はい、ということで戻ります。はい、コーナーです。今回はちょっと自分がちょっと買ってまいりました。ありがとうございます。はい、まあ、知らない方はいるのかな、一応ハーベストというビスケットの、ビスケットなんですけど、これどこかな、あった、フローズンミックスベリーヨーグルト味仕立てっていうことで、これ本当は凍らして食べても美味しいよって書いてあるから、多分凍らして食べるようなもんだと思うんですけど、うん、ちょっとできなかったんで、違うんじゃない、凍らしても美味しいよってことだから、あ、そういうことか、そうそうそう、じゃあどっちでもいけるぜみたいな、夏によくある商品だよ。あー、なるほど、だからか、もう夏だね、夏だよ、もうということで、どっちか食べちゃう、食べちゃう、カーズ、あ、いいよ、先に食べても、先、あー、ちょっとハードル上げてきたな、こいつあ、でも、はい、じゃあちょっと
一個食べてみたいと思います。ですね、見た目はね、あのハーベスト分かんない方はいると思う、説明するんですけど、あのお花みたいな形してるビスケットなんですけど、うんうん、それがね、何センチだろう、あー指の第二関節ぐらい長さが。お詳しいな直径そんぐらいです。はい、こんな感じ、はい、ミニサイズで一口サイズですね。で、いちごクリーム入ってます。はい、じゃあいただきます。音が出ないようにね、ちょっと、うん、遠くからなのでね、ゆかの声が一旦途絶えるっていう、はい、大丈夫ですか？待ってって、はい、そしてさっきのね、AKB さん、AKB ファンさんから、リクエストいただきましたポニーテールとシュシュの方を一旦検索しました。あー、間違えた、間違えた。はい、検索 しましたので。そちらの方をね、いつぐらいかな、50分ぐらいからバックで流していきたいと思いますので、 AKB ファンさんはね、多分ツイキャスかユーストの方で聞いていただいてると思いますので、あの多分ね聞こえないと思うんですがちょっと申し訳ないですね、流しますっていうことだけ、はい、流しますので、はい、お楽しみにしておいてください。はい、はい、そして、そうそう、食べ終わったね、食べた、これね、はい、すごいよ、うん、一応ね、うん、ただのいちご味だと思ったのね。そしたらね、なんかね、多分ね、ミックスベリーヨーグルト味って書いてあるからかな、なんかね、ちょっと酸っぱい感じ、うん、甘酸っぱい感じなのね、だからさっぱりしてるの、いいね、いちご味のただの、あのずっと食べてたらちょっともういいやっていうあの感じがないの、うん、お、そしてね、途中ですがツイキャス更新してっていうことで、一旦ツイキャスが切れてるみたいなので、で更新してもらって大丈夫ですか？はい、わかりました。はい、ごめんね、話に夢中でね、ツイキャスが更新されてAKB ファンさん大丈夫かな指摘ありがとうございます。はい、AKB ファンさんありがとうございました。はい、こうしないとね、ツイキャスがいつまで経っても更新されないっていう事態が稀に起きるのでね申し訳ないです。はい、はい、更新しましたので、はい、そうなんだよね、カズも食ってごら、食べて、食べてみたらどうでしょう。 ありがとう。そうね、ちょっとね、言葉が荒くなるっていう、へへへ、ごめん。はい、そう、それでね、最初にゆうかが、うんうん、とりあえず開けとこうって言って、開けた瞬間すごい匂いがしたのね。ね、だからね、すごいここまで香るって思って、そうそうそう、あの開け口をね、カズの方に向けてね、そうそう、置いたから、ね、たからすごいいい匂いする、すごいいい匂いするそうなのね、だから、本当にそうだ、ハーベストの商品なんだね。そう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 、なんかね、普通のハーベストってね、だいたいもう手のひらぐらいの大きさじゃん、うんうん、だけどね、これね、ほんと一口サイズでさ、つまめるサイズ、うん、そうそう、いいね、いいね、うん、しかもね、あのだいたい袋のね、大きさもね、うん、あのポップジョイとかあるじゃん、あのちっちゃくコロコロしてるチョコレートたちの、あんな感じの袋と同じぐらいのサイズだから、あれだね、勉強の合間に、やばい、うんうん、お腹すいたっていう時にちょうどいいサイズ、そう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 、なんか作業してるから、うん、本当にずっと食べるんじゃなくて、ちょいちょい食べたいなっていう時にいいかも。そうそうそう、いいサイズ、いいサイズ、いいサイズ。はい、いただきます。お、どうかな、あ、どうかな、そうなんだよね、これただのいちご味と思ったら違かったんだよね、買った時はいちご味かなって思ったんだけどね、よく見たらいろんなの入ってるみたいで、うん、うんうん、本当だ。そしてね、ハーベストがね、普通のハーベストよりちょっと分厚めで、あー、そう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 、厚くて歯ごたえがいい、うんうん、ねー、なんかパキって割れるんじゃなくて、ね、しっかり歯ごたえがあって、うん、ね、ザクザクした感じがあってね、うん、そう、ザクザクして、普通のハーベストって結構薄めのやつがね、そうそう、4、5枚入ってたりするやつが一袋になってるんだけどね、うん、そうそうそう、あれの 1.5 倍ぐらいの太さかな、厚さかな、うんうんうん、そう、多分ちっちゃいからなんだろうね、なんか食べたらパキっていくのかなって思ったんだよ。あー、はいはいはい、はい、そうそう、そしたら意外にしっかりしてるこの生地っていうかハーベストが、うん、うん、そして、ね、ハーベストにね、うんうん、塩がかかってるじゃん。あー、かかってる、かかってる、ハーベストはハーベストのまんまだから、そう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 、それがまた塩っ気がいいね。うーん、そうね、自分ね、今までね、塩は邪道だと思ってたの、うん、あでも最近ね、塩って必要だね、うん、いいねってなるようになったの、うんうん、そうそう、うんうん、この美味しいんだよ、逆に甘いのがいい感じに引き立ってさ、うん、美味しいんだよね、そうそう、この元々のこのミックスベリーだから、うんうん、いろいろのね味がね入ってて、うんうん、それでも甘酸っぱいんですが、うんうん、さらに
塩が加わることで、そうさらに美味しくなってるね、なんかね、だからちょっと今度これ凍らせても見たいなって思うんだよね。美味、うん、しそう美味しそう、ね、凍らせても美味しいって言ってた、うん、そう、なんか名前もねフローズン仕立てって書いてあるから、あ絶対美味しいんだろうな、で クリームがなんかフローズン仕立てになるのかな、アイスみたいな、うんうん、おしたらなんかサンドアイスみたいな感じに、あーいいよね、美味しいね、いいよね、冷たいっていいね、いいよね、うん、はいはい、はい、ということでもう一度紹介、お菓子の紹介です。ハーベストのフローズン仕立てミックスベリー&ヨーグルト味です。はい、じゃあちょっとこれ気になった方はどうぞお買い求めください。これ普通にそこら辺のコンビニエンスストアで買ったやつなんでどこにでもありますよ。はい、はーい、ということで、まあね、一部地域を除きますが、はい、まあ、一部を除きます、 あるところにはあります。一部多分あれないところもあるかもしれないのでね、うん、そうだね、なかったら、まあ、他のところを探してください。私に言わないでくださいね。はい。そして、コメントたくさんいただいてますよ。お、やったー、ありがとうございます。美人ですねって。誰だ、カズかな。いやいや、映ってるのはユカだよ。いやいや、カズだよ、カズ。もう声からもう美人さにじみ出てるもん。もうやばいもん、本当に。違うよ。最近ね、声がちょっともう、ま、なんかまた低くなってね。いや、大変な、そこがいいんだって、なんか、クール系的な。ありがとう。いいと思う。私いいと思う。はい、はい。ちょっと時間ないと思ってメールしたから、あれ？メールしたからひらがなばっかりでごめんねっていうこと。あ、大丈夫ですよ。いや全然ですよ。いやいや、むしろひらがなの方が読みやすいのでね。だからちょっとね、漢字力も低いということでね。そう。ありがたいですよ。そうなの。漢字力も低いんです。そうなんだ。たまにね、あ、読め、うん。はい、っていう時があるからね、うんうん、そうなんだよね、あのこの前一人ラジオしてたって言ってたじゃん、そうその時にもね、この台風情報のお知らせしてたのね、うんうん、台風近かったから、うんうん、その時にもね、ちょっと先島諸島のこと尖島諸島とか言ってさあーダメだって言って、ちょっとねコスモさんが指摘してくださったからさ、皆さんがね指摘してくださったり、もう優しい方が難しい漢字の後ろにカッコでひらがなつけてくれたりとかそう優しい皆さん優しいんですよ、うん、ありがたいです、もうフォローしてくれるみんな、はい、あ、ということでもうこんな時間、あ、早い、ということでバックの方で AKB ファンさんがですね、リクエストいただいた、AKB48 でポニーテールとシュシュの方を流していきたいと思うのですが、広告が終わらないので広告が終わってから流していきたいと思います。はい、お願いします、はい、これはですね全部流れるか微妙なんですが、お、はい、バックで流していきたいと思います。はい、はい、お、 AKB48 でポニーテールとシュシュを今バックの方で流しています。はい、今流れているのかな、はい、そうだね、ね、なんかライブっぽいから、お、なるほど、うん、聞こえるかな、お、今聞こえました、今流れてますよ、ラジオの方では。はい、ラジオの方ではね、はい、ラジオの皆様にはバックの方で流れてますので、はい、すみませんがバックの方で流しています。はい、はい、そして何分あと、あら残り時間あと2分だよ、早い、はい、パッパッと締めちゃおう、はい、 OK です、はい、はい、締めですか、もう締めちゃいますか、はい、はい、じゃあエンディングです。はい、沖縄市中央パークアベニュー入り口 FM 小座より毎週日曜午後5時から午後6時の、1時間生放送でお送りしておりました。はい、そうですね、学ラジカッコ仮では、まあ、メールとか曲のリクエスト等もお待ちしております。メールアドレスは761@fmkoza.jp、すべて小文字で761@koz.jp、あ、すみません、もう一度いきます761@fmkoza.jp です。タイトルにラジオネームをお付けしてお送りください。またツイキャスやユーストリームも連動しておりますので、ご視聴コメントの方もよろしくお願いいたします。で、またツイッターもやっておりますので、学ラジリンでご覧になれますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、はい、はい、今日はね久しぶりに2人での新学ラジカッコ仮でやっていけたので、うんうん、できればね頻度を多くして2人でできる頻度が ね多くなればいいなって思ってます。ちょっと主に自分が休みがちだからね。そうだね、ちょっとね頑張ってから来れるようにしたいと思います。検定もあるからね、仕方ないよ本当に。はい、はい、じゃあということで、うん、
もうこれは終わりの方でいいのかな。はい、うん、そしてですね、はい、いつもね、うんうん、どうする最後の CM は正義で終わるやつって言ってたじゃない。言ってた言ってた。それをね先週ジョンと変えたんです、うんうん、お、マジで、マジで、はい、マジで今日は新しいフレーズでリスナーが正義でいきたいと思います。あ、はい、わかりました。はい、はい、じゃあこ、はい、じゃあ本日のパーソナリティは、日経ビジネス専門学校公務員ビジネス科の優香と、沖縄リハビリテーション福祉学院理学療法学科中間部1年のカズでお送りしていました。お送りしてきました。それでは最後にね、はい、うん、新しい締め言葉で終わりたいと思います。はい、いくよ。はい、せーの、リスナーが正義。バイ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 。ガの方か。そう、ガだよ。ごめん。